はようございます。おはようございます。ありがとうございます。なんかちょっといろんなことやってたら遅くなっちゃう。後にしようかな。なんかなんですけど、おはようございます。今日は2月の3日の木曜日です。節分です。皆さん豆まきしましょう。うちは豆まきします。おはようございます。もう豆まきしなかったらもう父が落ち込んじゃって大変なことになるので、うっかり豆買うの忘れると大変なんですよ。夜に気がつくと、もうなので、もうもちろん買ってあります。そして家のすべての窓から豆をまきます。もう大変なので、なんかちゃんとまきたいので、後でいろんなところから豆が発見されるんですね。おはようございますということで、さっき今インスタとか昨日からやり取りしてて面白かったのが、なでしこさんって薬膳のね、お料理、薬膳っていうか時々ね、ここで紹介する、おはようございます、なでしこさんがみかんの皮を干して、でチンピっていうあるじゃないですか、なんか中華とかに使うような調味料っていうか、いろんなことに多分使う、それこそ薬膳に使えるようなそれを揚げていて、それでなんかそしたらくだらないんですけど、そしたらなんか思わずみかんの皮の気持ちになってしまって、なんかこうみかんの皮になり変わって、こうなでしこさんにお礼を言ったら、なんかなでしこさんが返事をしてくださって、なんか不思議なみかんの皮との会話になってて、なんか確かに命だなとか思う、しみじみ思ってたっていう、そんなの見てたらなんかっていう、まあ言い訳なんですけど、でもみかんの皮ってみんな無意識に食べてパッて捨てちゃうじゃないですか。まあね、だけどそれはね、まあいろいろ農薬とかいろいろあるけど、そのなでしこさんはその無農薬のみかんの皮をってちゃんと最初書いてらっしゃいましたけど、なんて言ってたかな、みかんはとにかく冥利につきますって言ってて、そんな風にね、大切に食べてくださってって、なんて言ってたかも忘れちゃったんですけど、みかんの皮はとにかく静香さんに感謝を言っていたので伝えてみましたっていう感じですね。でもね、本当に嬉しいですよね、みかんからしたら、みかんの皮からしたらって思った、なんかちょっと朝でしたっていうことで、じゃあちょっとまず始めたいと思います。お願いします。
終わりました。ありがとうございました。ちょっと待ってね。なんか今日時々定期的にそんなやつないんですけど、ちかこさんって、今ちかっていうの、お父さんっていらっしゃるけど、なんかちかこさんの曲って言ってるやつがあって、時々こう何ですか、時空がっていうか、ちかこさんとこ抜けちゃうんですよね。どうなってんですかねこれね。今日今のもなんか最初の方でなんかちょっと予感はしたんですけど、やっぱり最後はちかこさんのとこに行って終わりましたね。なんか不思議な感じでしたけど、多分これはちょっとこう DNA っぽい、なんか多分こう命に近い方のなんかなんじゃないかなって、ものすごく単純なんですけど、なんか他のなんていうのかな、単純だから全部同じって感じだけど、ここのなんかこの配列っていうか、この配列がしかもなんか全然毎回違うんですけど、なんかその配列の中でっていうか、そうするとなんかちかこさんってなるん、もう連呼しちゃって申し訳ないんですけど、なるんですけど、なんかね、なんか面白いんですよね。そういえばちょっとあの和の響きっていうやつ終わって、でなんかその後もなんかいろんなね、つながりがあったりして、それでなんか君が代まで行っちゃって、でその後、あそうだ、スカイツリーが終わったらスカイツリーが日の丸の色になってたとか言って、まあそれはもうね、あ今日あれオリンピックのオリンピックの多分のシーズンに合わせて、なんかに日本でなんか金メダルとかなった時に、多分スカイツリーを色を変えるための予行演習だったらしいんですよね。でたまたま一瞬だけその時間日の丸になってくれたらしいんですけど、まあそれはいいんですけど、でそういうふうにこうなってた展開の最初に、そのちかこさんが「君が代」で即興やってくださいって、なんかポンって言っちゃったっていうのがあったんだけど、でそれ冗談で、で私も冗談でっていうか、その後私はちょっとブログになんか、すごいえって思ったとかって、まあ冗談僕書いたんです。でも本当にえって思って、私もちょっと弾く気なかったのに勝手になんか弾いちゃって、で誰が弾いたんだろうって、冗談でね、誰が弾いたんだろうとか言って、ちかこさんも誰がそんな君がよとか言ったんですかとかって冗談でなんか言ってたら、ちかこさんがなんかすぐ返事が来て、
DNA だと思いますって言って、なんかなのでなんか即答だったんで、あのね、あのあ井上の DNA、 なんかとにかく千佳子さん即答だったんで、もう思考とか経過しない、なんかもうあのそれこそ DNA からのお答えだったんで、なんかそういうなんかそういうのってすごい、なんかその私とかも君が嫌いとか言ってても言われて入って引いちゃうのは、こう千佳子さんと私の DNA 同士の会話だったのかなとか思ったんですけど、その今のやつもあのなんか多分そういうなんかなんかそういうやつなんだろうなと思っていましたっていう、また同じ話しちゃったけど、そので でもまだで君が代について千佳子さんがめっちゃ調べてくださって、それをまだその一連の流れとして君が代のことを書かなきゃいけないんだけど、あのなんかいまいちまだちょっとピンときてないっていうか、なんですけどそういう宿題って感じで、あの君が代の意味とかなんかすごいすごいっぽいんですよね、なんかすごいっぽいんですよね、何人かの人から言われて、あのあでもそれはここでも言いましたけど、千佳子さんの言われた中であの腑に分かったと思ったのは、すごいと思ったのは、他の国の国歌はあの勝利を歌うとか戦う勝ち負けのやつが多いんだけど、あの我が国は勝つとかそういうのが多いんだけど、日本の君が代だけがあのちょっと異色で、あの祈りなんですって、なんかもうだから本当にこう慈悲というか世界の平和を願うというか、そういうだからそういう国民性っていうか、なんかねそこら辺もすごいなって思いましたっていうのが、ちょっと今またそのそういうのあれが出てきちゃったんで思わず言っちゃったんですけど、千佳子さんありがとうございます。日本人の祈りの DNA、 なんか祈りが DNA に入ってるってなんかすごく素晴らしすぎませんとかって思いますけど、なんかねそのちょっとそのないもの、日本あのこれがないあれがないってあの言う前にやっぱり何を持ってるかっていうのをから考えていった方がいいなって思いましたし、そのもう持ってるものっていうか、もうそこからっていうかルーツっていうか失わないものだからね DNA は、あのあなんかあのゼロになっちゃったとかそういうのはないんで、そっからですよねって思いました。ありがとうございます。なんかいつもなんかすごい面白い、いいタイミングでなんかあのね合うんですよね、タイミングがね。であの今日は今日お話ししたかったのは、あの昨日から言ったあのっていうか愛の愛っていう話を、まあベタだけどしてて、でなんかあの結局あの愛するという状態が愛するという状態、なんていうのかな、そのものでもらうものでもないし、され愛されるも愛される 愛とはって言ったら愛すること、つまり愛すること、何かを愛してる、まあ、祈りとか、まあ、全部愛だけど、まあ、すっごい雑に言うと、まあ、結論から言ったら昨日の結論はそんな感じになって、なんていうのかな、つまりは、今の話にもつながるけど、なんか 神じゃなくてもいいけど、その命って私にとって命っていうのはやっぱり実感としては、私じゃなくって、私って喋ってる私じゃなくって、その言葉とかじゃなくって、でその私のこうバラバラのたまたまある肉体とかそういうのを全部つなげて、中を通過することで、こう操り人形だったらこう置いたらふにゃってなってるところに、こう電気みたいにあのエネルギーっていうか、その命っていうものがそこを常に巡ってることで私が立ち上がってるし、ピアノを弾いたり喋ったりしてるっていう、そっちの方が命だと思うんですけど、だから命はたとえ肉体が傷ついても、
あの命は傷つかない私のイメージでは。で、あの肉体から離れるっていうことはあるけど命はなくならないっていう、わかんないですよ、私のまあイメージで、それ合ってるかどうかわかんないけど、そういうふうに思って、そういう感じがするって感じ、引いてると。それで、でそう思うと、その命、なんていうのか、愛っていうか、愛って名前つけちゃうとあれだけど、あのなんか神的なものとか、なんかそういうこう、あの全体っていうか、その宇宙の摂理でもいいけど、そういうものの愛の表現っていうか、愛が表現してるっていうのがこの世っていう感じがするんですよね、なんとなく。で、何の表現かっていうと、ただただなんかこう生きてるっていう、そのあのなんていうのかな、わかんないですけど、生きるっていうのは、命と生きるはちょっと違うっていうか、命は完全に私のイメージの話ですけど、こう永遠っていうか、不変で無限っていうか、こう減らないもので、でそのまあ、ある意味つながってて一つでもあって、で、まあ、この命っていうのは今たまたま私の中に宿ってる状態の命は子だけど、また合流しちゃうっていうか、常に合流してるような気がしますけど、それでその生きてるっていう、命はとか、その全体の命と、がもう永遠だとすると、生きてる期間っていうのは、例えば人の形、体を持ったり、だからこの世に顕現してる状態、この世に現れてる状態の間が、だから例えば私の人生が50年だったとしたら、その50年生きてたけど、命は永遠だけど、その瀬尾真紀子としては50年生きてたとか、あもうちょっとですけどね、なんかサバ読んでるわけじゃないけど、あの50年生きてたっていう、その間の生きてる間っていうのが、命にとっては、あのこの世に現れてに形を持ってこう表現できてるっていう、その期間がもう喜びでしかないんじゃないかなっていう感じがしていて、だから、神の喜びとも言えるかな、神の喜びの表現っていうか、でそれが結局その神から見たらって、神っていうのがちょっとあの誤解を読むとあれなんですけど、別に特定の神をイメージしてるわけではないんですけど、そういうものから見たら、その今この世に現れているものは全て愛おしいに決まってるじゃないですか。それでそれはもうか、あの 100% 愛の眼差しでこの世に起こってきたものを見てるなんかがいるっていう感じだから、愛とか言い出しちゃうとそういう話になって、誰かを愛するとか誰かに愛されるとか、それもまあ一つの愛ですけど、あと誰かとうまくいくとかうまくいかないとか、テクニックとか、いろいろそこ、そういう枝葉もありますけど、本当はなんか何にもなんかすることではないし、もうその存在自体っていうか、そのあるものあることに気がつけば以上終わりみたいなことなのかなとか、ちょっと思ったり、それでそういう視点で、でちょっとまあエリック・サティからもそうなったんですけど、やっぱりエリック・サティの曲がなんとなくこう全然アピールしてないんだけど、世界全体に対するラブレターみたいな感じがちょっとするんですよね。そのみんな大好きみたいな、なんかあのどんな、なんかでもあのそれ以上なんですよ。だからみんな大好きって思ってることがもうそれがあのゴール、それによって見返りとか全くあの求めないし、そのあり方みたいのがまあ愛じゃ愛って、まあそのなんていうの、こう抜けたところのから見るってよく俯瞰してみなさいとか、よくその客観視とか言うけど、客観視って結局愛かもしれないしとかって思っちゃったりとかしてたんですけど、まあ、昨日の話で、でもうそれそれそのそんななんかやらしい話っていうか、
こうぐちゃぐちゃ話してるのがもうバカだなっていうかダサいなって心から思う、それをなんか紹介したくてこんな長くなったんですけど、昨日もちょっと言いかけて、昨日ねあのリリースっていうかあれだったので、でなんかその牛山さんなんですけど、あの今日牛山さんが いらっしゃるような気がするんですけど、私もたびたびお話しさせていただいてる、もうなんかあのただただファンですっていうか本当にっていう方たちがいて、あの本当に本当にあの素晴らしい活動をしてる人たちを、私のね小学校時代からのその仲いい牛山さんっていう方が、ケイコ牛山さんって今いらっしゃるけど、ずっとこうその活動に携わっていて、でそれがアールドビーブルっていうその、一応この世のくくりで言うと障害者っていうふうに言われている、まあ、方たちをの、それぞれの、アートとか得意なねことがあったりしたりするじゃないとか、それを開発するところからですよね、その未開発のなんかそういうのをこうっていう一緒にまあ活動して、でそれでちゃんとそれによってこう収入を得られたり、アーティストとして展覧会を開催したり、で本当に素晴らしい作品がたくさんあるので、それをちゃんとこう何かに使ったりねとかいう活、いろんな活でダンスの活動とかもしていて、でそのなんですけど、私もよくわかんないけど、そういうのっていろいろピンキリでこの世にあると思うんですけど、ちょっと特別だなと思って、その人たちのその集団っていうか、なんていうの、でもまあ愛しかないんですけど、本当にこう未来のあり方っていうか、やっぱりなんか普通に考えて線引きますけど、変じゃない人と変な人っていうか、全員変って変で、全員障害者っちゃ障害者で、それか全員大丈夫かどっちかっていうか、それで、なんか そういうなんか当たり前のことに、なんかなんていうのかな、今のねジェンダーの話とかダイバーシティとか、ああいうのもそういうこと自体がダサいなっていう感じになってくるっていうか、でその逆にそれは何でか分かんないけど、逆だなって思うんですよね。その何て言うんだろう、そのね、あり方っていうか、その世界の愛し方とか、そのエゴのなさっていうとちょっとあれな、まあ何か何をエゴっていうかもあれなんですけど、やっぱ神に近いんですよ。その障害っていうと、また何が障害か分かんないけど、障害というものを与えられたことによって、よっぽどその一応正常っていう範囲に入れられて教育された私たちよりも、真理に近いし、真理をもう知ってるし、表現者としての在り方がもうなんか神だから、分かった、曲がりなりにも私が何かを表現 したいと思って表現したりして生きてるから、余計そっちの神ぶりがなんかもうリスペクトしかないっていうか、そのこびないあり方とか、そのなんて言うんでしょうね、それこそね、なんか和の響きのところで学んだことで、なんかキリッとって、その美のあり方としてキリッとっていうのって、ベタベタしないとかって言ってあるけど、まさになんかキリッとしてる、なんて言うんだろうね、本当にね、あり方が美なんですよね。ちょっと牛山さんがコメントくださったんですけど、アールドビーブルは居場所という感じなんです。何も教えない、その人らしく生きられるように場作りをしています。
そうすると好きなようにのびのび表現できる、そういう場なんですよねって言って、そうなんです、そうなんですか、それが結果が出てるんだから、これ何年ぐらい活動してるのかわからないけれど、もう花開いてるんですよ完全に。そのたくさんの人が花開いてるし、もう全体としても花開いてて、そこまで来るともう渦ができてるから、あの例えば今紹介したいのはダンスなんだけど、その前にちょっと前提を話したいって感じで、そのダンスの衣装を例えば劇団四季でやってた方がやりましょうとか、音楽も素晴らしいんですけど、そういう今度こう一流の方がそこに今度巻き込まれていくっていう渦がもうできているんですけれど、それでね、ダンスの、まあ、あれをしたいんですけど、その昨日ね、そのある、動画が、その みんなで作った動画が、リリースされて、それをまあ見てほしいって話なんですけど、何度かね見せていただいたり、あの展覧会も何度も行かせていただいたんですけど、例えばダンスだと、例えばその障害者って言われてる人たちの、まあ、ジャンルもあるっていうか、そういう人たちが踊って感動するっていうような、まあ、構図っていうか、ありがちっちゃありがちで、私も詳しくは知らなかったんだけど、やっぱりそうで、その内山さんから聞くと、その教え込んで、とにかく教え込んで、それでその障害者なのにまるで健常者のようにこんなに揃ったダンスが踊れるとか、その有名な、なんかポップスでも何でもいいか、ああいう曲の踊りをこんなにそっくりにとかこんなに揃ってるとか、そういう方向で、すっごい合宿とかして感動を呼ぶっていうやつも多いっていうんですけど、これはこちらはもう真逆なんですよ。そのだから本当にね、神の踊りっていう感じですよね。命がこうを解放した時に、例えばね、体の限界はあるから、歩けない子は車椅子だし、手がここまでしか動かない子はこうだし、普通にこうまっすぐ歩けない子もいるし、なんだけど、そのそれを使って、命ができる限り表現するわけじゃない。 100% その、喜びですよね。生きてるっていう喜びを確かめるって感じかな。神が今生きてる喜びを確かめているって感じかな、なんかっていう踊りを、っていう風にし、三階塾、もともとは、大野さんっていう方が有名な方だと思うんですけど、その踊りのね指導を始めて、でもちょっとまた私違うこと言う、今はね三階塾の松岡さんっていう、もうちょっと素晴らしすぎる方が、人としても格が違うっていう、なんかっていうのはどういうことかっていうと、人として格が違うって私が言うのはどういうことかっていうと、その障害者と言われてる人と完全に同じ目線というか、もっと下で、謙虚という言葉はちょっと失礼っていう感じの、そういう格が高い人ですけど、そういう方が今は指導して伸ばしていったんだけど、と何にも教え込まないで自然に生まれてきた踊りっていう動きがあると、それを上手に拾うんですよ。だからそこがやっぱり、それがこちらの役割だと思うんですけど、そしてそれをこう花開く方向にこうちょっと道を作ってあげるとか、多分そういう、初代は大野、これなんて読むんですか、有名な方ですね、大野圭人さんっていうんですかね。で今は三階塾の松岡、嫁第三でいいんですか、が指導してくださってるんですけど、それでだからなんかね、もうこれ見たら分かるの、本当に結構みんな同じ動き、同じっていうか、大野義人さんです、ありがとうございます、同じっていうか振り付けあるのみたいな、
みんなでこう、なんていうのかな、同じ動きになったり、それは自然発生的にそうなってるやつなんですよ、もう。それで、でね、その、この間私、小田原に見に行った時にも、時の話でも言ったんですけど、車椅子の子が2人いて、で、他にもみんな、それぞれみんなそうだと思うんですけど、その、分かりやすいのは、っていうか、その車椅子の子なんかは、その手足を全く動かせない状態で、全くっていうのは大げさかもしれないけど、そこのアールドビーブルにやってきて、でそこはどんな子でも別に来ていいわけだから、みんなが絵を描いたり踊ったりするのをきっと最初は見てるぐらいだったのかもしれないんですよ。だけど楽しそうに踊ったり絵を描いてるのを見てるうちに、命の方ですよね、そのやりたくなったと。で、やりたくなった、踊りたくなった、絵を描きたくなったっていうことで、本当に動くようになっちゃったんですよ。それで今ではその手だけでも、そう、すっごい、もう精いっぱい動かして、で誰かに車椅子を押してもらって踊ったりとかっていうのを、合わせて、そう、本当に楽しそうに踊っている子たちとかも、結局その自由にやらせてます、自由にって言うけれど、そのまあ、なんていうのかな、その絶妙な、その言い方悪いけど、健常者とのその絶妙な、なんていうのかな、息の合った、コラボですよね。だからその健常者には、その何て言うのかな、彼らから学ぶことが5万とあるし、その何て言うのか、そのピュアさっていうかがないけれど、まあ社会的とかいろんな機能的とか訓練された部分があるから、良くも悪くも、それによって彼らのその得がたい、その彼らにしか出せないものをちょっと引っ張るとか、それを今度、そこにつながりのない、関係のない人たちに、ところにポンって出すとかっていうことはできるとか、そこら辺がぐるぐるしているのも、本当にそれで成功していってるっていうのも、本当すごいんですよ、その人たち。それで、そう、それで、だから、その、で、それを見てほしいっていう話で、で、ちょっと、インスタ、で今コメントに貼っていただいたんですけど、インスタはリンク飛べないんですけど、ブログにね、ちゃんと書けないんですけど、とりあえず今日は紹介して、ちょっとちゃんと書くって難しいんですけどね、なんか今日は雑に書いて、でもリンクだけ貼ろうかなって思いますけど、ストーリーズにリンク貼れますね。とかなんですけど、でね、それをなんかずっと見ちゃってて、なんか昨日からも、それで、それがね、なんかもうやめますけど、そう、やめますけどっていうか、見てくださいなんだけど、今回のは、昨年11月、抜けるような青空が広がる小田原の街で撮影されたスクランブルダンスプロジェクト映像作品です。これ昨日発表になったの。そうだ、それなんですよ。で、去年のね、その11月頃に撮影したっていう話は、ちらっと写真とか見せてもらってて、めっちゃ可愛い写真だったんですけど、あ、これだったのねっていう感じで、そうなんですよ。それで、今生まれたばかりっていうタイトルなんですよ。で、これはハンディキャップのあるものないものが共にクリエーションに取り組むスクランブルダンスプロジェクト。多様性という言葉を一番理解しているのは彼らなのかもしれない。山と町と海と様々な表情を持ち、豊かなに自然と人々の暮らすコミュニティとの調和の取れた小田原。そうなんですよね。小田原だからこそっていうのはあるなと思って、まず城下町だからお城があって、やっぱりこの街がね、また風情があるんですよね、その自然に、勝手にどこ歩いてもなんとなく、で今のと共存していて、で海があるんですよね。それで、そのだから海がすごく近いんですよね。で海があって、そうで緑と大地と、そうなんで、まあ
すごくこう本当に太陽っていう感じのところなんですよね。あのいいとやっぱり お城ができるとこっていいとこになりがちっていうか、あの大名が選ぶだけあるっていうか、なんかその豊かですよね。その 温暖っていうか、温暖だし作物も取れるしみたいな。でそこで暮らす人々にとって一つ一つの場所が大事な大地であり、自分たちの一歩一歩も大事なステップ、この一歩から未来に続く一歩へとって書いてあって、光、海、町、生命って言っていいのか、命って言っていいのか、それをキーワードにした4章の映像作品で、私がこの間あの1月の末にあの行ったそのダンスのこのプロジェクトの一環は、街の中をあの踊りながら、街をその観客が街を楽しみながら要所要所でダンスを見て、で次の場所に移動する時も松岡さんが踊りながら、なんかなんハーメルンの笛吹き男じゃないけど、あの松岡さんの踊りについてみんなが小田原の街をこう散策しながら見ながらみたいな、もう素晴らしい企画だったんですけど、小田原ならではですよね。そうなんです。それであとはなんか見てくださいって感じなんだけど、そうですね、光に向かってっていう一章と、あの人はすべて母親のお腹の中から出発する、光と音を頼りに参道の旅をする、ひたむきに外の世界へと飛び出そうとする一つ一つの命の輝き、ダンスはすでにそこにある。でもうちょっと素晴らしいから、全部これどなたのか書かれたんですかって感じなんですけど、ダンスはすでにそこにあるなんですよ。だからもう生まれることがもう神の歓喜のダンスであるという感じっていうか、また変ななんか変な安っぽい感触になっちゃったけど、もうめっちゃ素敵なので、そうきっと生まれた時はそうなんですよ。私たち全員音と光を頼りにって、だから参道の向こうにお母さんとかね、声がして光が見えてっていうところをねっていう、だからもう祝福でしかない。だからそのなんか見終わって、私はなんかその全ての命と私も含めた全ての命をとして自分も含めてなんか祝福されてるっていう気持ちに なったんですけどね。そのだからすごいなんかこう教えられるっていうか、そのなんか正解があると思ってそこになんか合わせてアクセクしてる私たちの醜いことよみたいな感じですよね。その命置き去りにしてとかって思いますよね。だからやっぱり全員障害者っちゃ障害者なんで、パーフェクトの人なんかいないんで、なんか自分のなんか得意不得意とかあれできないとかって障害っちゃ障害じゃないですか。でそれはその人の形で、あのそれを使って命の方から表現すればいいんで、そこダメ出ししたりなんか切ったり貼ったりしてなんか誰かの正解に合わせるってナンセンスですよねっていう当たり前なことをなんか教えてもらうし、なんか本当にあの本当にこう一歩からこちらが変わるから、なんかこう自分のやり方としてあり方っていうかが変わりますよね。こういう方たちの、あの見せていただくとって思って、で2章が違うシーン2ねは海に祈る。でなんか海の中にも母がいて、そこから生まれた命もまた私たちの命とつながっている、大きな命、大きな生命の循環に感謝しながら一生懸命生きることを自らに誓う、自らの意思を確かめたか体が喜び触れ合い祭りが生まれる。もう本当に素晴らしいと思うんですけど、この言葉なんか祭りっていうのはそういうことで、でなんかでもこれがまた可愛い、この海のやつ私大好きなんですけど、なんと全員お魚の気持ちになりましょうっていうことで
かな、とか誰かが先にお魚の気持ちになってそれを真似していったのかちょっと正確なところは分かんないんですけど、とにかく全員お魚になってるんです。お魚ダンスって私言ってるんですけど、でその本当に伸び伸び、だから何かに型に合わせなくてこう解放すると、これだけなんか命って美しいんだなっていうか、命の美しさですかね。だからなんか何を美しいっていうかって、本当に見た目の問題じゃないっていう感じですかね。なんかその型じゃないっていうか、でも本当は行くとこ行くとそうなん、そうだからやっぱり終着点一緒になると思いますよね。そのもうその決めてこうなんていうのかな、型にはめていく、まあ、究極のダンスがクラシックバレエだとしたら分かんないけど、そのトップ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 を極めた人はもう型ではないですからね。同じとこ多分行ってるんですよね。その型があるけれど完璧に自由っていうところにいる。それはもちろん音楽もそうですよね。だからまあね、だから逆に言えばその私から言うと、そのままいきなりこの境地で踊れるっていうとか、この表現ができるっていうのはすごい才能がある人たちなわけですよ。その障害者と言われてる人ってそういう才能がある。でそういう才能がない私とか私たちは型がいるのかもしれないなと思いますね。そのとりあえずそのクラシックバレエでも何でもいいけど、一回型を通ることによってそれ道だから、そのそれによって命が通り、あれだ、エミさんの動画でルーティンというのは天才のルーティンの話をしてて、だからそのこの子たちにはルーティンとかいらないんだと思う。命が通るからもうすぐだけど、こうごちゃごちゃエゴとかごちゃごちゃなんとかかんとかって勝ちたいとかなんとか言ってる、その才能のない私とかだと、その命が通る道をやっぱりこうある意味こう自覚的にこう用意しないと、そのカーリングのお掃除をやんないと石がまっすぐ行ってくれないっていう、それがルーティンはそれだってエミさんが言ってて、へえと思ったんだけど、そのそういうルーティンと同じですよね。そのなんとかどうってどう道ですもんね。そのだから型、例えば先生にとかピアノの型とかもやっぱりそれによって命が通りやすい、命が表現しやすい道っていうのがやっぱりある、型ではあるから、才能がない人がこの子たちの真似して自由だって言ってやっちゃってちゃんと表現できますかっていうと、なかなかだなと思うんですけどね。いや、うまいカーリングメタファーってそれはエミさんが言ったんですけど、うまいでしょ。そうなんだから、ルーティンはそれだって言ったんですよ。でその天才村上春樹の話とかしてて、結局毎日10キロ走るとか、みんなね、キングコングの西野さんとかみんな10キロ走る人いっぱいいるんだけど、まあ、そうじゃなくてもそれこそ命の仕事をしてるっていう、障害者じゃないのに 100% 命の表現をやり続けているから、結局死んだ後も作品が残るレベルの天才っていうのはルーティンを持ってるっていう話の時に、ルーティンの意味が2つありますって言って、1つは、もうちょっと忘れちゃって、1つは、今言いたいのは1個の方で、結界を作るだったんですよ。結界を作るって、結界とは何かって言ったら、カーリング の道を作るっていうことだって言って、でそのだから彼女たちはその障害という才能によって結界ができてるんですよね、多分ね。だけどそのこういうごちゃごちゃしたなんか才能がない方は結界作んないとっていうことで、なんかじゃあ真似できるかって言ったら真似できないから、やっぱりそっちが天才なんですよねと思います、その子たちがねって。だから例えば
いきなりそのエゴまみれで、エゴまみれの私がダンス経験ありませんって言って赴くままにとか思ったら、ただの気持ち悪いなんか動きになって終わるんですよ。でだったら型があって教えてもらってちゃんとそれをっていう方が、道はね いずれいつかは、例えばまあちょっとダンスはないけど、あのね、何でもいつかはその型の中で型がいつの間にか消えてるとか自由になるとかいう時が来るんじゃないかなと思うんですけど、それでなんで今そんなこと言ったんだろう、なんかあれですけど、あ、そうですね、だからその言葉だ、大きな生命の循環に感謝しながら一生懸命生きること、そうですね、うん、すごい深いと思います。でそう、だから祭りってそれなんですよね。みんななんかこう まあ、ある意味トランスになるのもそういう自我が落ちちゃうっていうのもあるでしょうし、喜びですよね。で昔だったら余計なかなか生き残るの大変だから、今年も元気にみんなで集まれたっていう、もう喜び、だから生きてる喜び、だから生きてる喜びを生きてる間表現していけばいいのかなとか思いますけど。で3番目がつながる、あれこれちょっとつながる鼓動、優しさが鼓動をつなげる、この世界にはさせ合う者たちがいて、互いの心を寄せ合いながら未来を紡ぐ、人の町はそれを見守ってくれる場所であるといいって言って、それはこの3番目、小田原の町をあのねで踊ってるんですよ。 で最後が産砂の踊りで、生まれた土地の守り神を産砂と呼ぶ、生まれたばかりの命はまだ何の属性もなく何のつながりも持たない、純粋な輝きを放つ、産砂はその輝きを見守りながらもこれから向かう道を照らすために他の他の命と共に生きることを教える、スクランブルダンスプロジェクトのメンバーで共に作ったこの地で支え合う者たちを祝う踊り、小田原ダンスっていうのを最後に踊ってて、もうなんか泣ける、なんか言ってても泣けるけど、なんかいやー本当になんかだから命が美しいんですよ。だから命が美しいということを忘れてるんですよ、それで私たちは。でなんかをつけなきゃ、なんかを取り、まあ、それもそう、まあ、道が必要ってさっき言ったけど、だからその才能がないものの、まあ、あれなんでしょうけど、でもない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 って、あれがないこれがないってね、でこれを身につけなきゃ、こういう風になんなきゃ、これとこれができるようになんなきゃ、人前では見せられないとか、ね、いろいろ思いますけど、とりあえず命は私のもんじゃないだけに美しいって言い切っちゃっていいんじゃないかなっていう感じですよね。命のことは別に自慢にはならないっていうか、今預かってるっていう責任感はあるかもしれないし、けどその命は美しいっていうことですかね。でまあそれと愛とは同じような感じって感じかなって、もう愛しかないですよここには。その上から目線でね、まあ、時々言うけど、そのボランティアとかその NPO とかとちょっと関わってると、でもそれでもそのやってくれる人はありがたいからもう素晴らしいんだけど、寄付してくれる人もありがたいけど、でもあり方としてなんかこう上からこう足りない人たちに対して施しをしているっていうので、ちょっとうんって、いや、なんかこう違和感っていうかを感じることって、別に私ができるっていうわけでもないし、私だってなんかいろいろ汚いですけど、人の見てても我が振りじゃないけど思う時がありますけど、そういうのがゼロの集団で、そのなんていうの、ヘルプっていうか、その障害者と健常者がいるとしたら、健常者って言われてる人たちの対しが、そのアーティストとか踊ってるその皆さんに対するそのリスペクトがすごい、本当にちゃんとこう普通にちゃんとこうその対等な感じ
だからこそあれは引き出せるんだろうし、みんなちゃんと自分の意見が言えるし、なのでなんかこのダンスも誰かの動きから生まれちゃったダンスとかもあって、なんとかちゃんのダンスっていう名前がついてたりするとかってね、聞きましたけど、なので本当に感動だと思うし、これからのなんかあり方だなって思うので、見てくださいっていうことでブログ書きますね。ちょっともう出かけるんで、なんかあんまり書けないかもしれないんですけど、とりあえずリンク脇を貼りたいと思います。てか牛山恵子さんの牛山さんのところからなんかフェイスブックとかですぐ行かれますっていう感じですけど、そんなとこですね今日は。もうなんか愛とか言ってるのがもう安っぽくて、なんか穴があった、入りたいって感じになります。愛しかないなって感じで、ありがとうございました。なんか今日聞いてくださっててよかったです。なんかちょっと間違ってることとかあったら大変なんですけど、でもとりあえずなんかこれはもう世界を救うし、本当にね、本当に素敵な場所なんですよ。ちょっとまた別の紹介もしたいし、もうこれ永遠に語り、本当にファンなんですよ私。本当に尊敬してるんですよ。もう本当泣ける、なんか作品とかも。なのでなんかそんな素晴らしいことを、そう、生きるのが、そういうことをね、教えてくれるんですよ。だから自分がどんだけ命をもらって生きてたんだってことを忘れてるんですよ。で、彼らがその何それぞれ何持ってるとか持ってないとかあるかもしれないけど、そんなことはどうでも全くない、ただ今生きてることでこれだけ喜べるっていうか、喜びが爆発できるっていうのがを教えられるって感じですね。アートの話とかもしたいですけどね。またでももう一回今度名刺の話したいんで、またそれはそれで次の機会にって感じで、でもこの「愛とは」って言ってる時にちょうどタイミングがあってすごい嬉しいなと思ってます。ありがとうございました。牛山さん、ありがとうございました。ということで終わりたいと思います。今日は2月3日節分です。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございます。